Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Amadeus Mozart and its mystery about his sudden death. Was he murdered? Then by whom? And why? Wikipedia writes as follows. The composer Wolfgang Amadeus Mozart died on December 5, 1791, at the age of 35. The circumstances of his death have attracted much research and speculation. Some principal sources of contention are as follows. An early rumor addressing the cause of Mozart's death was that he was poisoned by his colleague Antonio Salieri. This rumor, however, was not proven to be true, as the signs of illness Mozart displayed did not indicate poisoning. Despite denying the allegation, Salieri was greatly affected by the accusation that he had contributed to Mozart's death and contributed to his nervous breakdowns in later life. Beyond the Salieri theory, other theories involving murder by poison have been put forth, Blaming the Masons, Jews, or both. One such theory was a the work of Mathilde Ludendorff, wife of the German general Erich Ludendorff. William Stafford forthrightly describes such account and outlandish conspiracy theories, giving supporting reasons. Mozart's The ここではその毒殺説に基づいての話を進めていきますが、毒殺されたとしたら、誰によってどうして毒殺されたかということになります。が、私はそのヒントは、モーツァルトが毒殺されたその年に所演された、過激、魔的、The Magic Fruit にあると考えます。モーツァルトはフリーメイソンリーでした。まず神々の歴史を皆さんにご覧いただきます。アフラマザーです。 そして、えー、ダザラストラがドラスター教を起こします。そして、その元から、うん、まあ、ミトラが生まれ、ミトラ教を起こします。ミトラです。フリジア帽を被っているところに注意してください。中部トルコの古名です。まあ、こうして、神々の流れが生まれたというわけです。で、 そうした流れの中から、まあ、7本の光線を持つミトラが、まあ、象徴的に表現されるようになりました。それがずっと歴史を下って、現在のアメリカの十の像の光線へとつながっています。で、こうした流れに対抗してですね、まあ、危機感を抱いたのか、イシュタールとシャーマイシュがキリスト教を起こします。ここにシーンがいますね。 まあ、イスタールとシャーマー氏の父親ということになります。ここにエンキがいます。エ縁ルエンキですね。そして、ここにいるのが、えー、左がイスタール、そしてその右がシャーマー氏ということになります。このシイスタールとシャーマー氏が組んでキリスト教を起こします。シャーマー氏は自らをイエスと語ります。そして、ミトラ教をそっくりそのまま、まあ、受け継いでてますか、パクって、そしてキリスト教を起こすわけであります。 そして左の流れはフリーメイソンリーへとつながっていきます。その後、チャーチ・ローマはですね、ローマ時代に国境となり、そして今度は逆に、えー、いわゆるミトラ教を徹底的に弾圧します。こうした流れの中からモーツァルトが生まれ、そして魔キを、まあ、します。その年にモーツァルトは毒殺されたということになります。 で実際のまに、あ、なって言いますか、この魔キの公式の、まあ、記録によりますとですね、まあ、このようにあります。まあ、9ページにわたるものですけれども、そのうちの2ページだけを紹介させていただきますけれども、その2ページ目にはこうあります。まあ、拡大していますが、ちょっと見にくいので、さらに拡大してみます。 つまり、えー、初めはですね、魔的の話はおとぎ話であったけども、途中からですね、ストーリーが変わったというわけです。問題はここなんですね。で、二人がまあ、脚本家と手を加えてですね、そして別のものにしたと。で、フリーメイソンの競技を表彰し,たして、そしてプロパガンダをする作品となったと。つまり、フリーメイソンのプロパガンダというわけですね。 ですから、ザラスストラがこの、魔笛の中に出てくるということになります。まあ、一般的には、なぜここでザラスストラがこの魔笛の中に出てくるかということは、謎とされています。が、しかしもう皆さんはお分かりですね。この、まあ、夜の女王というのは、当然当時の世相から考えて、カトリックのマリアということになります。そうした表現が当時の、えー、経験な信者たちの、 激震に触れたことは言うまでもありません。続くビデオをもう一度ご覧になってください。Thank you and bye for n o w h e l l o This is Hiroshihaya Shi, Hammam a City, Japan.Who murdered Amadeus Mozart?NY a d w h 誰がなぜモーツァルトを殺したか このビデオの中ではモーツァルト独殺説に基づいて話を進めていきます。これが私たちの知っているモーツァルトのイメージです。右がドイツ連邦警察が合成したモーツァルトの写真です。えー、ドイツ連邦警察は何枚かの肖像画をもとにこのような写真を合成したということですね。で、このモーツァルトを誰がなぜ殺したかということなんです。 まあ、ミトラ教とローマンカトリックの関係について簡単におさらいしておきます。アフラマズダーです。神の中の神です。その神を信奉してザラスストラがゾラスター教を起こします。その流れの中からミトラが生まれ、ミトラ教を起こします。ミトラは12月25日、母アナヒーターの処女解体で生まれます。3人の賢者がやってきて、ミトラの誕生を祝います。ミトラは 馬屋で生まれまれした12月25日ですね。で、これがミトラですけども、ミトラのかぶっている帽子に注意してください。ザラスストラの帽子と同じであることに皆さんもお気づきになると思います。これがフリジア帽、あるいはフリギア帽です。フリギアというのは中部トルコの古名です。左がザラスストラ、右がミトラです。 同じ帽子をかぶっています。で、こうしてミトラ教が生まれたわけですけども、この7本の光線に注意してください。その流れは現在の自由の像へとつながっています。自由の像も7本の光線を持っています。その理由はやがて皆さんにも分かっていただけると思います。 まさにミトラは自由の象徴でもあったわけですね。フリギア帽というのはエジプトでもそしてローマ時代にも自由の象徴でした。フランス革命です。フランス革命においてはマリアンたち、ミナ革命の党首たちはフリギア帽をかぶって戦いました。このマリアンの頭に注意してください。マリアンも頭にフリギア帽をかぶっています。 これがそのフリギャー帽です。さらに当主たちも皆フリギャー帽をかぶっていました。フランス革命の当主たちです。そして革命歴というのが生まれましたけれども、これがその絵ですね。頭にフリギャー帽をかぶっています。中深くご覧ください。 他にもこのフリギア帽帽はですね、自由の象徴として世界各地でシンボル的に使われています。これはあのイギリスの人権宣言の写真ですね。そしてこれがマリアンです。ルイ16世もまあナポレオンの後復活した王政もですね、王もやはりフリギア帽をかぶっています。マリアンです。 つまり、フリギャボーというのは自由のシンボルであり、世界の国旗紋章の中に使われているということですね。これがニカラガ軍の紋章です。サンタモリカのサンタカリーナですねの紋章です。中央にフリギャボーがあることに注意してください。これはアイワーの州の紋章ですね。これがアメリカ陸軍の紋章です。これもアメリカ陸軍の紋章です。 自由の象徴としてのフリギャボをを被っています。そしてフランス革命は自由、平等、友愛、さもなくば、死をということで革命の党首たちが戦いました。そしてその流れはですね、フリーメイソンへとつながり、フリーメイソンたちがアメリカに自由の像を送ります。これがアメリカに自由の像がある、まあ、理由です。では神々の歴史をもう一度振り返ってみたいと思います。今言いましたように、これが自由の像であり、7本の光線を持っています。 こうした流れに対してですね、危機感を抱いたのか、イ,イシュタールとシャーマー氏が組んでキリスト教を起こします。これは教会石です。アタゴさんが届けてくださいました。この上の方に注意してください。シュメール、バビロニアでは、バビロリアですね、特に、イシュタールが頂点に立ちます。 ここにシンがいます。これはシンというのはもともとイスタールの、まあ、父親なんですね。月の神です。そしてエンリル、エンキがいます。そして右に、ここに注意してください。頂点にイスタールが立ちます。イナンナですね、えー。シュメールではイナンナと呼ばれていました。バビロニアではイスタールと呼ばれます。そして、まあ、ヘブライ語ではマリになるわけですね。エジプトでもマリですね。 で、左がイシュタール、右がシャーマッシュです。このシャーマッシュと、まあ、イシ,あのイシュタールが組んで、キリスト教を起こし、シャーマッシュがイエスという名前を語るようになります。ヘブライ語でイシュタールのことはマリと言います。で、このマリがマリアになりました。で、その流れはフリーメイソンに、と、それからカトリックへとつながっていくわけです。では、ミトラ教とローマンカトリックのを比較してみます。今言いましたように、 こういう流れの中でミトラ教が生まれます。ミトラですね。で、ミトラ教と、そして、えー、キリスト教ということになります。まあ、対立関係になるわけですけども、えー、ローマ国教となると同時にキリスト教は勢力を伸ばし、ミトラ教を弾圧し、結果的に潰してしまいますあ。ミトラ教とキリスト教を皆さん読んで比較してみてください。えー、12月25日、ウマヤで生まれています。 そして、ミトラは、いろいろな奇跡を行います。全く同じことをイエスもしています。えー、ミトラ教では、十二星座、十二神。キリスト教では、十二使徒となります。で、イスタールがですね、イースターと名を変え、現在はまあ、ご存知のように、ローマンカトリックというのは、キリスト教というよりもマリア教なんですね。そして、最後の晩餐です。 で、洞窟や地下で真、まあ、事を行っていたということです。キリスト教もカンタコンベイですね。で、パプティズムっていうのはもともとはミトラ教で生まれたものです。まあ、今日は収録しませんでしたけど、あの、アーメンという言葉ももともとはミトラ教の言葉です。まあ、 ハルマゲドの時には白い白馬に乗ってやってくると。で、ミトラがメシアというふうにあの変音するわけですね。ですから、キリスト教の方ではメシアという言葉を使っています。ロードで守備はあこのように変化したと。で、からもう父をファーザーと呼ぶんですね。それで、ミトラ教の父はアフラマーザーです。しかし、キリスト教の方ではエルシャダイというだけで誰であるかは不明です。 そして、この肖像画を見ていただきたいんですけども、カパドキアの肖像画ですね。最も古いミトラ教の肖像画と、テキリストの肖像画を見てください。告示しているのがわかります。肖像画も大変告示しているということですね。左がザラスストラ、右がイエス・キリストです。で、ミトラ教は太陽神、太陽神仰ですね。日本風に言えば大日如来です。 で、アマデウス、モーツァルトの話に戻ります。まあ、このようにして、まあ、フリーメーソンと、それからローマン・カトリック、チャーチ・ローマンが対立して、その大きな流れを作ります。そういう中で、モーツァルトがフリーメーソンのメンバーとして生まれます。そして、生まれたとかなります。そして、魔キを発表します。この魔キを消炎した、その同じ年の終わりに、モーツァルトは、 殺されます。なぜか、謎が深まりますね。そこで私は、モツァルトが毒殺された理由の一つに、マジックフルートがあると考えましたそれ。それについてのビデオはこの後につなげておきますから、どうかご覧ください。モツァルトは毒殺された。なぜか、誰にという話です。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! This is Hiroshihayashi, Hammam City, Japan.Who killed me?The me? greatest mystery of Mozart. 誰が私を殺したか ?Mozart 最大の謎。Mozart の毒殺説はですね、広く信じられています。 そうでないという否定派の意見もたくさん出されていますけども、基本的にはモーツァルトは毒殺されたと考えられます。なぜ毒殺されたのか誰が毒殺したのかそのヒントはですね、実はその同じ年に初演された魔キマジック・フルートにあります。 マジックフルートの話を簡単にしておきます。これが夜の女王です。そして同じ年、モーツァルトは毒殺されています。大きな関連性があります。まあ、もう、魔敵というのはですね、モーツァルトの魔キというのは民ノという王子がですね、まあ、夜の女王と知り合いになり、そして 夜の女王の頼みでですね、サラストロという、まあ、夜の女王が言う悪魔を、からですね、自分の娘を、その、連れ戻してほしいと。そういったところからストーリーが始まるわけですね。これが夜の女王です。で、ところが、で、タミノはサラストロの住む、まあ、悪魔城へ行くわけですね。そして、 そこでサラストロと会うわけですけども、実は彼が善人であることを知るわけです。そしてタミーノと王女パミーナはですね、ラブラブの関係になって、最後は夜の女王を撃退して、ハッピーエンドで終わるという物語です。で、ここでサラストロは誰かということですよね。もうお分かりですね。サラストロ。 サラストロ、ザラストラザラス,ストラこれはエジプトが舞台ということになっていますが、サラストロがザラス,ストラであることは言うまでもありません。そこで、じゃあ夜の女王は誰かということになるわけです。まあ、それについてはですね、少し回り道をしなければなりません。神々の歴史をもう一度見てください。 アフラマズダですね。その上にもう一人スーパーエイリアンがいますけども、アフラマズダそしてザラスストラ。そしてミトラが誕生します。そのミトラが、まあ、アポロンですけども、位に着くと、その上司であったヘリオスは神々の世界から追われて、そして キリスト教を立ち上げます。自らをイエス・キリストとなるにます。それを鍵で支えたのがクイーン・マリですね。この両者は深い確執関係に入ります。激しい戦いをして、えー、特に4世紀後半にですね、キリスト教がローマ国教となるとミトラ教は徹底的に攻撃されます。 で、その流れを組むのがフリーメイソンということになります。この一枚例を見てください。これはミトラ教側の絵です。これがナヒータですね。そして三人の賢者がやってきて、12月25日にミトラの誕生を祝います。すなわち、キリスト教は100%と言って良いほどミトラ教のコピーなんですね。そのことを知っていたのは実はダヴィンチなんです。 ダヴィンチはイエスとマリアが誰であるかを知っていました。そして2枚の絵を残しているんですね。この子供たちを見てください。詳しくは別のビデオであの説明しましたが、子供たちは明らかに虐待を受けています。なぜ虐待を受けているか、なぜこのような悲しげな顔をしているかは、ビデオ1013号をご覧ください。 そして、受胎告知。この丸い部分を見てください。フクロウの形をした台の下、フクロウの足を不気味な別の足が踏みつけています。これはまさしく、ここに描かれたマリアの足なんですね。詳しくは、1016号を見てください。すなわち、クイーン・マリア。 二つに分か,れた分かれたわけですね。一つはガブリエルという名前になり、一つはマリアという名前になった。そして中央には魔女の、の悪魔のシンボルであるフクロウの台が置いてある。フクロウというのは strix、uh, is equivalent to the name of a witch. なんですね。まさに悪魔であったということです。マリとマリアは関係ですけども、マリ、最悪の魔女ですね。悪魔の中の悪魔、魔女の中の魔,魔女がマリです。来るところ、彼が、彼女がいるところ、ひ嵐う、干ばつが起き、そして重要なことは、マリは洞窟に住んでいたということです。 洞窟です。これがキーワードです。洞窟です。マリは魔女たちに守られた魔女の中の魔女であった。大魔女であったわけですね。そして洞窟に住んでいました。ここが重要です。そして、マリというのは、えー、マリアになるわけですけども、なるというのではなくて、 マリオのラテン名がマリアなんですね。なわちマリアとヘリオスが組んでキリスト教を立ち上げたということになります。30歳以前のキリストは闇の中です。そしてダヴィンチは洞窟の中の聖母子を描きました。マリオは洞窟の中に住んでいたという話を思い出してください。ダヴィンチは マリアの正体を知っていたわけですねで。少し検証してみますと、なるほどと思う点が多いわけであります。受ュ告知と、岩屈の聖母子、衣服を比べてください。羽は赤い布で隠してますね、右の方は。そしてこの二人は実は一人の魔女であったということです。そして、 マリアもそうですね。したのは腹巻きかと思ったんですけども、腹巻きではありません、ね。同じ服を着ています。髪の毛の感じも同じです。すなわち、魔女と、そしてマリアと、そして、ま、魔女のシンボルであるフクロウと、重ね合わせますと、マリアイコール、マリということになるのです。すなわち、1たす1は、 一なんですね。もともと一人の大魔女を二つに分けて描いたのが、時代告知の絵ということになります。これはリリト,リリトですけども、マリーコールリリト説も大きくありあの残っています。リリトの夫がルシファー、すなわちサタンなんですね。そのことを モーツァルトは知っていました。なぜなら彼はフリーメイソンリーであったからです。そしてモーツァルトはそれを魔キという歓迎の中で表現しました。当時の世相から考えてこんな歓迎を出せばですね、誰かの激鈴に触れることは言うまでもありません。サラストロイコールザラスストラです。 そして、夜の女王イコール、マリなんですね。そして、そのマリが言うまでもなく、マリアであることは、当時は常識であったわけです。そして、フリーメイソンリーとローマンカトリックの戦いが、ここで火を吹き、そして、 モーツァルトは、おそらく狂信的な信者もいたのでしょう。マリアをマリとするモーツァルトを許せなかったのでしょう。さあ皆さん誰がモーツァルトを殺したか、なぜ彼が殺されたか、お分かりですね。彼はまさにその時代の 宗教戦争の犠牲者であったということになります。もし私がその当時の人間であるならば、私も間違いなく殺されていたことでしょう。何人かの方はそういう心配をして、時々メールをくれます。Thank you very much and see you again next time. Bye.